超やばくない？いいな。超やばい。見て見て。超でかい。形はチッコみたいだな。これから世界中の2番目。うん。大きい教会に行く。これは何番目？それはめっちゃ下にあると思うよ。いや、これでかいよ。でかいけど違う。うん、私もびっくりしたけど、うん、これから大きいやつに行く。ちょっとでかいと思うよ。我慢して行こう。なんか行こうよ。うん、本当に大きいやつ行こう。大きいやつ。なんで2番なの？それはね、なんで1番に行かない？どうしてもさ、バチカンが1番じゃん。あ、バチカンが1番なの？1番。俺ら知らないあんまり。じゃあ1番目はバチカンにあって、うん、2番目、世界で2番目に大きい教会がここにあるんだね。よっしゃ、はい、教会でいこうということで、見てお守り買った。お守り買ったね。早く行こう。行こうよ、行こう。面白いお店いっぱいあるわ。見て、セルフィー撮ってんの。なんか本当に子供みたいからさ、面白いよ。私見るだけでもうめっちゃ面白い。なんか洋平はアートとか好きだからね。あ、かわいい。どっち？あっち。あっち。あっちだよ。ということで、ここが世界で2番目に大きい教会。名前は？バシリカでワダルーペ。バシリカでワダルーペ。オッケー。オッケー。こっちが新しい教会ね。そうね。で、こっちが古い教会。じゃあこっちに行こうね。で、これ買ったからこれをプレゼントしに行くんでしょ。そうだよ。うん。このまま貼っちゃダメ。なんで？どこに書いてある？帽子ダメってね。中は喋らない。中喋る。神父さんが、うん、今ちょっと教えてくれる。あ、神様の言葉を教えてくれてる。そう。あれは見た。ほとんどはこれがなくてもマカラダに水をかける。なんで捧げるって？なんかね、例えば日本にもさ、うん、お祈りするときにお金投げるじゃん、うん、お金と一緒？お金と一緒。なんかあげるじゃん、あの神様とか。あ、そういうことね。で、これはその代わりお金じゃない。賽銭箱にお金入れるような感じでこれにある。お祈り。あ、何だと思います？こうやって、ちょっとこう持って、中天国とか、中ね。OK。ということで、世界で2番目に有名な教会の理由をベロちゃんが教えてくれます。マリア様の教会でしょ。マリア様みんな好き。みんな好き。なんか大事です。うん、大事。なんかそう大事だから、うん、でなんか500年前ぐらいに、うん、メキシコで現れた。現れた。え、そう。40年500年前に現れて。うん、現れてメキシコでね。ここに。で？ここでね、うん、そう現れて、うん、その時にの証拠、うん、証拠置いてた。なんかもしさ、ここで現れて、うん、誰も信じてくれないかもしれない。マリア様が現れて、はい、で、なんかここにあの教会を建ててって。建ててって男に頼んだ。頼んだけど、でもうみんなに手伝ってって言って、みんなのね、町、村の人に。あ、じゃあマリア様現れました、うん。みんなの前に現れたの。うん、一人の前。
ったからめっちゃ嘘っぽいじゃん。そうで嘘でしょ、嘘って思うじゃん。嘘じゃん。だからでその人も、でもだって誰も信じてくれないよって言って、うん、大丈夫だよって、人が信じてくれるために、なんか、なんていうの、布をあげた。布をあげた。で、なんか神父さんとか、人の前に行ったら、この布を開いて、見せて。そしたら大丈夫。それがここにある。それはここにある。マジで？どう？見たい？見たい。じゃあちょっと見に行こうか。え、それここにあるやつ？ここにあるやつ。髪の毛です。よくわからないけどここに髪の毛入れてって入れます。写真とか入れてって、そしたらお祈りね。エスカレーターでしょ。やばくない？まあ普通にすごいね。もうみんなが見に行きすぎるから、みんなあそこで止まれちゃって、止まれないじゃん。あそこで止まれない、早く行けみたいな。あ、そうなの。だからみんな来すぎたから、みんなあれを見に。そうです。だからあれ作られたんだよ。そうだよね。ってことでしょ。ってことだと思う。だってさ、マリア様の日は、もうやばい、やばいって。本当にやばい。いつがマリア様の日なの？12月の12日やばいね。じゃあ12月12日行ったらめっちゃ引けると思う。もう入れないよ。入れない。もう入れない。じゃあ今ラッキーと思う。ラッキー。今本当に人がいないけどさ、その時あの布が、あのあれが、布がその時の、バーって出されたの。それはすごいわ。よかったね。なんかさ、今行った建物は一番新しい、一番新しい。でその隣に古いやつだったね。でもそれは本当じゃない。本当じゃない。本当は古いやつはこれから行く。それは本当に最初の建てられた建物。最初ちっちゃいやつになってどんどんでかくなってたの。みんなが寄付して、みんな来るから。宗教の力すげえな。すごい。ということで、500年前にマリア様に頼まれて建った教会があれです。あれってこと？そうやべえじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよね。めっちゃいい。じゃあ見に行こう。行こう。